ボッシュ製の普通型イグニッションコイルサーブ92のデュアルイグニッションコイル。蒸気写真と同じボッシュ製コイルが2個配置されている。イグニッションコイルは火花点火内燃機関の点火プラグで放電するための高電圧を作り出す変圧器である。日本語では点火コイルと呼ばれるほか、英語ではスパークコイルと呼ばれることもある。イグニッションコイルの概念図。 内側の黒いコイルの電圧がかかったし、イグニッションコイルは誘導コイルの原理を利用した変圧器で内部には一つの鉄心に関数の異なる二つのコイルが巻かれており、関数の少ないコイルが一時コイル、関数の多いコイルが二次コイルと呼ばれる。一時コイルにはコンタクトブレーカーなどのスイッチ機構を介してバッテリーなどから電力が供給される。 スイッチが閉じられると一次コイルに磁界が生じ、コアを通じて二次コイルの内側にも磁界が発生する。スイッチが開かれると磁界が変化して、自己誘導作用により一次コイルに電圧が生じ、相互誘導により二次コイルにも電圧が生じる。一次コイルより二次コイルの関数が多い場合には一次コイルに与えた電圧より高い電圧が得られるが、 イグニッションコイルでは点火プラグの放電に必要な25から 35KV の電圧をバッテリーやマグネットで発生させた電気から得る。一次コイルには正極と負極の端子がある一方で二次コイルは多くの場合は正極の端子に点火プラグやディストリビューターに接続する端子が設けられ、アースはイグニッションコイル内部で一次コイルと共有する場合や イグニッションコイル外角やアース端子を通じて車体に直接アースされる場合がある。一つのコイルで二つのプラグを同時に放電させる構成では二次コイルの両方の端子に点火プラグが接続される場合もある。イグニッションコイルのコアの形状により磁力線がコアの外を通る、貝位次型とコアの中だけを通る、平次郎型がある。開け次郎型のコアは直線上で、 コアの一端から出た磁力線はコイルの外側の空間を弓なりに通ってコアの反対側の一端へ戻る。空間に解放された磁力線は他の機器や伝送品などに悪影響を及ぼすためコイルの筐体は磁気を遮蔽する性質が高い金属で磁気的に密閉しなければならない。一方、平時路型はコアが円形や四角形などの環状で磁力線は コアの内部をループする。筐体による磁気の遮蔽を行う必要がなく、磁界漏れが少なくて効率が良いため小型軽量化が可能であるが、コアの材質に依存する磁気飽和が起こりやすくなる。かつては円筒型をした、開けジロ型のイグニッションコイルが主流であったが、磁気飽和が起こりにくい材質のコアを製造する技術が進歩するとと,ともに、小型軽量の平ジロ型が普及し、 エンジンヘッドカバーの上にイグニッションコイルをマウントするダイレクトイグニッションが可能となった。自動車用では一つのイグニッションコイルから得られた電気をディストリビューターによって各気筒に分配する方法がかつての一般的な構成であった。一時コイルへ電圧を与えるスイッチはコンタクトブレーカーで行う機械制御式からトランジスタでスイッチングを行うイグナイターを利用して 接点の焦損を起こりにくくしたセミトランジスタ式、さらに機械的な接点機構を排したフルトランジスタ式へと発展した。やがて各気筒に一つ、あるいは二気筒を同時に一つのイグニッションコイルで点火するディストリビューターレスイグニッションが登場した。この方式ではディストリビュータを省略することで、その内部で起こる電気接点の消耗や電力ロスを排除した。 小型化されたイグニッションコイルの普及に伴い、プラグコードも排して、電力ロスをさらに低減したダイレクトイグニッションを採用する車種が一般的になった。ディストリビューターが省略された方式では、ダイレクトイグニッションでは、カム角センサーなどにより、電子的にクラン区画が検出されて、点火時期が制御されている。オートバイでは、各気筒に1個のイグニッションコイルで点火する場合が、 多いが、並列4気筒エンジンでは1個のイグニッションコイルで2気筒を同時に点火する2気筒同時点火方式も広く採用されている。2気筒同時点火方式では4つのシリンダーのうち、クランク位相が同じ2つのシリンダーのプラグを同時に放電する。EN、ウェイステッドスパークシステムとも呼ばれ、同時に点火される2気筒のいずれかが、排気状視点でも放電を行い、 エンジンの出力には、無関係に電化プラグへの負荷を増やすのみであるが、部品点数が少なく信頼性の高い機構である、ことから現在でも利用されている。電化時期の制御は、機械制御式から始まり、キャパシタの蓄電作用により断続を行う、キャパシタディスチャージドイグニッションへ変遷し、ダイレクトイグニッションが普及するようになった。イグニッションコイルは一時コイルへ電力を供給する。 装置の違いにより、マグネット添加用、バッテリー添加用、CDI 添加用などに区分され、それぞれ一時コイルの巻数や抵抗値も異なっている。ありがとうございます。